まあ、次ここはも岐阜優の勝方候向補でだすしな。ごいな。もうなんかすごい戦いしかないっすよ、マジで、準々決勝。すごい。さあ、始まりました。先行がエクスマキナ。昨日のライト、輸送選手。いや、ほんと何事もない。すごいですよね。期待さえ。壊れない限りは無敵とも取れるような安定。お互いまだ言ってないと思うんですけど。次からですね、禁止技は。この次？あ、これはなしで。はい、はい、この次からですね。あ、ありがとうございます。でも、はい、あの、線抜きのように放り投げましたよね。なんかもう、産業用ロボットかって。本当素晴らしい。産業用ロボットがめちゃくちゃいい。例えですね。いや、本当そんな感じですよね。まるで作業家のような。本当、サイレンスがすごすぎるよ、ね。もう、俺、ね、ロボットだからあれぐらいまでいかないと、本当は実用にならないんですけどね。まあ、そうですね。さ、うん、あ、対するコミス。速さは残ってる中で一番かもしれません。きっちり狙いを定め。宣言バックドロップ。さあ、このスポンジの頭がねじ切れるようなすごい、バックドロップ2点となります。怖い、ありがとうございます。すげえな。もうこのクラスのロボットたちはもうダミーロボット気の毒ですね。では2本目いきます。はい、さあ第2ラウンド、知れば場所を合わせる。ともえ投げします。宣言ともえ投げ。ここは皆さん足に注目。そうですね、うん、受けられてください。ワン、いや素晴らしい。本当に正確。ただいまのともえ投げ認定となります。3ポイントとなります。はい、ありがとうございます。さあ、素晴らしい3ポイントの応酬が起きております。第2ラウンド、後攻はビスコ製作コビス。先ほどの技でおそらく、ダミーペットボトルの頭のスポンジが折れてしまったようですね。さあ微調整、足投げ、足投げ、ああ、足投げでしたが、つま先に引っかからず、引っかかった。あ、回転キックに変えましたね。ワン、はい、ダウン、やめ、前転キック、認定となりますので、2ポイントとなります。ありがとうございます。はい、2点落ち着いて取りに行きましたね。この前の、失敗しましたけど、が、足投げですね。足投げです。はい、記録だけ残します。はい、そうしましたら、エクスマキナ選手の3本目移りたいと思います。なるほど。はい、準備 OK です。配信の方はいかがでしょうか。配信も大丈夫です。はい、それではいきます。3本目。はじめ。さあ、エクスマキナ。最後バックドロップします。ラウンド、宣言はバックドロップ。うん、ここはもうナミロボットが頭に先についたように僕には見えましたね。崎原さんどうですか。うん、まあそう見えましたね。やっぱそうですよね。バックドロップ認定となります。3ポイントとなります。ありがとうございます。素晴らしい。この時点で青コーナー逆転不可になりますので、勝者赤コーナーとなります。ありがとうございました。さあ、勝利者のは、つの制作、エクスマキナー、準決勝に進みます。